どうもゆるふわチャンネルです。今日もご視聴ありがとうございます。さあ今日はね、何をするかというと、白滝をね2つ買ってきました。しかもこれなんか水洗いするだけですぐ使える、しかもカットしてあるっていうね、便利な白滝を見つけたんでね、これを使ってね、ちょっと常備菜を作っていきたいと思います。まあ全部同じ味にしたら面白くないんで、白滝で作る常備菜2品紹介したいと思いますんでね、よかったらお試しください。はい、ではね、作っていきましょう。はい、ではね、こんにゃくの準備ですけれども、まあ、書いてある通りね、カットしてあるし、水洗いですぐ使えるっていうんでね、ざるに切って水洗いして、今ちょっと水気を切ってますね。まあこんな感じでね、便利な白滝使っていきますよ。はい、ではね、作っていきます。白滝のきんぴらからスタートです。ゆるふわ。はい、ではね、白滝のきんぴら作っていきたいと思います。まずはね、火をつけます。ドン。はい、強火のままいきますよ。はい、強火のまま入れて、フライパンを置いたらね、まずごま油です。だいたいね、大さじ1杯分ぐらいですね。ちょっと多めに入れますよ。そしたらね、今回はしっかりと加熱してください。熱々までいかなくてもいいんでね、ちょっとここでしっかりと加熱します。ごま油をね、温めて、香りが出るまでね、ちょっと温めてください。フライパンだとね、真ん中ちょっと行きづらいんでね、ちょっと揺すりながらね、温めていきます。はい、ある程度ね、温まったらここでね、白滝入れますよ。はい、一気にね、うわー。はい、そしたらね、その白滝がよく味を吸うようにですね、白滝の表面に、まあ簡単に言ってしまえば傷をつけたいわけですね。なのでね、これでちょっとジャーって言い始めるまでね、白滝を炒めていきますよ。はい、ではね、こんにゃく関係なんですけれども、だってごま油とかね、油で炒めるとこういう風にね、泡が出ます。まあ、これってね、こんにゃくを固める成分と油が反応してるだけなんでね、特に問題はないです。これはね、仕上がりには消えてますんで気にしなくて大丈夫ですよ。はい、しっかり炒めていきます。はい、白滝の方はですね、これもう3分、4分ぐらいね、炒めてます。こんな感じでね、ある程度白滝に火が入ってきたって感じですね。火が入るというよりも、温まってきたって感じですね。熱が入ってきたっていう感じです。ではね、ここまで来たら火を消します。はい。はい、そこからね、味付けしていきます。はい、まずはね、味付け第1弾、お砂糖ですね。お砂糖ね、大さじ1杯、すりきりです。お砂糖大さじ1杯すりきり入れたらね、そこに今度お酒です。お酒もね、大さじ1杯です。お酒大さじ1杯入れます。はい、そこにね、今度はみりんです。みりんをね、大さじで1杯入れます。ここまではね、全部大さじ1杯です。はい、そしたらね、今度お醤油です。大さじで2杯入れます。はい、そこにね、ちょっと本だしね、ちょっとほんの少しでいいです。ちょろっとこんな感じで、小さじで言ったらね、半分ぐらいですね。小さじ半分ぐらいの量の本だしを入れます。はい、そしたらね、火をつけますよ。はい、でん。はい、強火のままいきます。はい、こんな感じでね、炒めていきますよ。はい、そしたらね、この味の汁気がね、なくなるまで炒めていきます。はい、ではね、汁気の方がだいぶなくなってきました。もうちょっとでね、完全になくなるってところでね、一旦火を止めますね。はい、火を止めたらね、そこに今度ごまですね。いりごまです。いりごま大体でいいですよ。大さじ1杯分ぐらい入れます。はい、そこにね、今度七味唐辛子ですね。辛いのが好きな人はね、一味とかでも大丈夫です。七味唐辛子をね、たっぷり入れますよ。これ別に鷹の爪とか使ってもね、大丈夫です。お好みの辛さをね、入れてください。はい、そしたらね、軽く混ぜて、もう一回ね、火をつけます。今度はね、焦げるといけないんで、中火にしますね。はい、中火でね、今度は完全に、このね、汁気の方、飛ばしていきます。はい、では、こんにゃくの方ですけど、汁気がなくなってね、こういうパチ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 いう音が出てきました。はい、これでね、もう完成の合図です。はい、火を消してね、これはね、常備菜です。なのでね、タッパーに移していきますよ。はい、出来上がったね、白滝のきんぴら、タッパーに移していきますよ。はい、これまだね、熱々の状態なんでね、気をつけてくださいね。はい、こんな感じでね。で、完全に
熱を冷ましてね、冷蔵庫にしまってください。冷蔵庫でね、まあ5日間ぐらいは平気です。ゆるふわ。はい、ではね、白滝の2品目いきます。はい、まずね、火をつけます。強火です。強火のままね、フライパンを置いて、ごま油はね、だいたい大さじ1杯程度、ちょっとね、多めに使いますよ。はい、これはね、明太白滝を作ります。はい、ここでね、ごま油ちょっとね、温めてあげてください。白滝入れた時にね、ジャーっていうぐらいね、白滝の表面にね、やはり傷をつけたいんです。そうしないとね、なかなか味って入っていかないんでね、表面に傷をつけるようにね、しっかりと白滝を炒めますよ。はい、だいたい温まったらね、白滝入れます。はい、はい、じゃあって言ったらね、これね、泡とか出ますけれども、これはこんにゃくを固める成分と油が反応してるだけなので、特に気にはしないでください。はい、このままね、ちょっとバチバチ言い始めるぐらいまでね、炒めていきますよ。はい、ではね、こんにゃくの方バチバチ言い始めたら、ここでね、火を消します。はい、火を消してね、味付けしていきますよ。はい、まずはね、味付け第1弾、砂糖ですね。砂糖ね、大さじすりきぎ1杯入れます。はい、砂糖ね、大さじ1杯入れます。はい、そしたらね、このみりんです。みりんもね、だいたい大さじで1杯入れますね。はい、そしたらね、今度お酒です。お酒をね、大さじで2杯入れます。はい、お酒をね、大さじ2杯入れて、今度そこにね、本だしです。本だし小さじで言ったら半分ぐらい入れますね、本だし。でそこにね、もう明太子入れます。これね、ほぐした明太子です。大きさにもよりますけどね、小さめの明太子を2腹分です。小さめの明太子2腹分入れてね、ちょっとここでね、ほぐします。調味料の水分が飛ぶとね、明太子がちょっとほぐれにくくなるんですね。なのでね、ここでちょっと一回ね、混ぜます。でね、全体に行き渡るようになったら、火をつけてね、水分を飛ばしていきますよ。はい、明太子入れてからね、全体が混ざりましたね。これでね、こんな感じで混ざりました。そしたらね、火をつけます。はい、ドン。で、中火にします。ここね、あんまり強くしちゃうと明太子がね、バチバチ跳ねるんでね、ここはね、中火ぐらいでやっていってください。はい、ここでね、じっくりとね、今度水分を飛ばしていきますよ。はい、これ中火でね、炒め始めてからだいたい3分から4分ぐらいですね、炒めて、水分がね、もうほぼ完璧に飛びました。まあ、少し残ってるのはね、仕方ないです。ね、明太子からちょっと水出るんでね。で、これ常備菜です。明太子にもね、しっかりと火を通してください。はい、これでね、全体的に火が通りましたし、水分もある程度飛びました。はい、ここでね、火を消します。はい、ではね、タッパーに移していきますよ。はい、明太白滝完成しました。タッパーにね、移していきますよ。はい、こんな感じでね、明太子もね、しっかりとこの中に入れてあげましょうね。はい、こんな感じで明太白滝の完成です。はい、白滝のきんぴらと明太白滝、本日はね、2品作ってみました。まあね、食卓に出すときはね、上に大葉を刻んだやつとか乗っけるとね、結構かっこよく決まると思いますよ。はい、タッパーに入れてね、これは冷蔵庫でやっぱり5日間ぐらいですね。5日間ぐらいの保存は可能です。まあでもね、美味しいんでね、すぐなくなっちゃいますよ。はい、ってなわけでね、これちょっといただいてみますね。はい、ではね、まず白滝のきんぴらからね、いただいてみたいと思います。ちょっと食べやすいようにね、これちょっとフォーク使いますね。こんな感じでパスタみたいに巻きつけてね。はい、いただきます。うん、美味しい、美味しい。うん、このピリッと感がやっぱいいですね。うん、美味しい。このやっぱりね、ピリ辛にするのがね、いいです。白滝のね、ピリ辛ってあんまりね、料理がそんなにないんですね。なのできんぴらにするとね、ピリ辛でも全然違和感なく食べれますね。はい、続いてね、明太子の方いただいてみたいと思います。はい、明太子の方はね、これ水分がよく飛ぶんでね、ちょっとベタつきがちですけれども、まあこれはね、うまく水分がいい具合になりました。いただきます。うん、うん、うん、
この明太子の辛さがね、非常にちょうどいいです。あとね、やっぱり調味料で甘く仕上げることによってね、この明太子の辛さが引き立つっていうかね、そんな感じに仕上がってます。まあ、両方ともね、今日は成功したなって感じですね。はい、ではね、また次の動画でお会いしましょう。